买一个东西。今天的主人公特别能吃辣，他在做个辣的一个菜啊，我不太能吃辣。有了有了。你好，有牛奶吗？有辣普通的。有辣这是多少钱？3.5块。啊，这个。嗯，您知道这边附近有一家日本人开的四川火锅店？我最讨厌日本人，晓得吗？你不要提日本人。你是贵州人？是吗？你叫他枪毙了。共产党专属吗？是啊。好，谢谢。有点尴尬。尴尬，你赶紧离开。你们俩都听不懂是吧？我没听懂。为什么能听懂四川话？他的眼那个表情啊啥，他没有看出来你是日本人。他没有看出来，如果他看出来的话，不会这么说的。那谁知道，有可能牛奶都不卖给你。对对，所以啊，说明日本人在成都开生意真的很难，对吧？好多中国人不讨厌日本人，所以我不知道为什么他在这儿开一家店。啊，呼赞，这一看就知道了，因为有日语。元気のガーリー。山下さん。はい、山下です。一発で分かったよ。フルネームなんですか？そう。竹内です。山下元気です。よろしくお願いします。ありがとうございます。日本じゃん、中文も。全然分かんないですか？全然分かんないの？はい。来てどれぐらいなんですか？ちょうど9月10日で1年でした。1年？はい。あ、本当に丸1年経った、丸1年ですね。経ったばっかりだ。日本じゃん、日本。不会啊。你会讲日语吗？不会哈。社員何人いるの？え、今何人？知らないのか。いや、なんか結構気づいたらバイト増えてたりあるんで。気づいたら増えるってだって面接もしない。面接しないですね。まあできないもん。はい。もう働きたかったら結構もうみんな入れてます。这位离谱的老板究竟是如何在成都经营这家咖喱店的呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。中国のスパイス。そうですね、はい。の日本じゃその辺のスーパーとか絶対置いてないんですけど、はいはいはい、やっぱこっちやっぱりまあよく使うあのクミンとか。いっぱいあるよ。はい。日本で買うとすごい高いんですよ。こっち安いんだ。用机器切。对。是亲手切吗？还多了。要靠实际。啊，机器切的话也是差不多。哦。那你怎么跟他沟通啊？手势啊。或者翻译软件，なんとなく分かる。あ、そうなんだ。自分が来てからちょっとずつ上手くなってる。自分が中国を覚えるよりも日本語を覚えてる。あ、でも元々は喋れない。喋れないです。はい。で、自学是吧？自学。ああ。コツは何ですか？なんかだ。丁寧にやっぱ時間かけるの大事ですね。丁寧にやってますね。そのやっぱ玉ねぎもやっぱ時間しっかりかけて炒めて、でやっぱこういった野菜、これは青唐辛子とか生姜、ニンニクなんですけど、これもやっぱりしっかり丁寧に炒めると香りだとうまみ、甘みが出るんで、はい、これが結構カレーの重要なポイントですね。これルーの、はい、もう市販のルーの中に入ってるものですか？あ、いや、入ってないですよ。あのルーは油とか、あと小麦で結構固めたやつですね。はい。化学調味料を使わないですね、何も。あと水も使わないですね。水も使わない。このトマトとか入れ、野菜の水分。野菜の水分だけでやる。はい。飲んで。いや、美味しいから。まあそうだよね。そっちの方がやっぱりもう凝縮されてるからですね、旨味は。在预制菜盛行的当下，这份加入了中国香料。纯手工熬制的咖喱，味道究竟如何呢？啊，好香哦！好香啊！现在几点？11点吧，有点早。我想吃。それか、なんか、はい。はい、お待たせしました。パクチーが。元気カレーです。もう美味しくなかったら美味しくないって言いますよ。いやもう、はい。もう偏見してください。できます。我们不是托儿的。托儿。托儿，托儿，托儿，算了。
差不多了。是吗？面倒臭くなったよ。いただきます。うん、おお。どうですか？ルーじゃないこのカレー。うまいね。またちょっと。めっちゃうまいよこれ。あのカレーのルーのカレー、ルーのカレーと全然違う。クーションシャンレオだって言ってたの、辛さもやっぱりそんなないでしょ。ちょうどいい、ちょうどいい。但我不知道四川人来讲的话，不过啦，因为我他正好啦。そういうためにカレーのスパイスを使ったラー油があります。辛さを調節できる。はいはい。あとからそのカレーラー油を入れて辛くする感じです。はい。これマジでめっちゃうまいよ。はい、わかった。中国で食べたカレーなので一番うまい。うまいですか？看来是真的好吃。元气嗓从13年前就开始研究中式香料咖喱，他在原本就很复杂的咖喱原料中加入花椒、四川辣椒等本地食材，从而更加适合中国味。これは元気さんですか？そうですね。あの福岡でカレーをやってるお店の。あ、福岡の人なんだ。はい、なんかちょっと痩せてるけど、生徒食べ過ぎ、ご飯が美味しすぎてめちゃくちゃ食べましたね。じゃあこの店はもうないの？いやいや、あります。まだあるの？任せてますね、スタッフに。あらら。じゃあ今福岡と合わせると、はい、3店舗。あ、いや、火鍋屋もあります、福岡に。はい。あとはちょっと日本でその監修の店舗とかもあるんですけど。お金持ってますね。いやいやいや、全然、はい。在日本有着多年创业经验的元气嗓，一直梦想来成都开店，终于在2022年，他实现了这个梦想。可是，すげえ人少ねえ場所だ。誰も歩いてないよ。だからもう目を意外な。本当一番最初。騙されたんだよ。いや。でも夜は通るでしょ。一回夜遅くまでやったんですけど、なんか食べないですね。食べないんだ。みんなお酒メインなんで。酒飲みたい。だから多分次の店舗は人通り多いところにします。日本人帰れとか言われないですか？一回もないですね。本当に？もう本当それティムとかだけでしょ。いやでもそういう感じの嫌な感じで言われたことは。ない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 。まあわかるからね。例えばこのカウンター座ってるお客様とか、わざわざその翻訳して美味しかったですとか、でそれ見てちょっとこう日本語を言おうとしたりする人がいるから、本当いい人たちばかりですね。なんで俺めっちゃ言われるんだよ。いやもうそれと規模がもうそれはもう平和です。平和です。ふわふわ。让他去买牛奶。门可罗雀的店面终于。书你来，你给我写的。啊啊啊！すごい。本まで持ってきてくれた。すごい。え、これ中国で出したもの。そうです。いっぱい出してる。そんなあれ以来だ。你觉得我从哪来的吗？听不懂。哎，啊，你也会讲日语？少しだけ。どこで勉強した？東京で。あ、東京にいた。1年。あ、そうなんだ。ね。你呢？我是 Hitachi。 啊 ，Hitachi 你做？没想到两位难得的顾客，竟然是来看某四旬大叔的。一二三，你们吃过这家咖喱店吗？吃过啊，吃过，我是有呢。嗯，是不是适合四川人的口味？因为你们喜欢吃那个辣的吗？我不说地道四川人啊，是吗？之前就是我看到那个很多探店博主过来，当时在这排队，问一下老板为什么没有之前火了？那你得一万万。まあネットってやっぱね、バーって上がってまたバーってすぐ下がるから。那是不是更适合日本人的口味？他们俩也觉得很好吃，但是他们也。曾经住在日本，日本に来たこともない、カレー食べたこともない人がどうなのかっていう、そうですね。そういった人との直接なコミュニケーションで意見っていうのは自分は聞いてないから、そこ大事ですね。日本語できる人としか喋ってない。そうそう。それはあれですね。聞いた方がいいかもしれない。そうですね。所以你要学中文啊。頑張ります。这句话听懂了。言えないと彼女もできない。そういや本当そうです。デートにも誘えない。他说要中国人的女朋友。中国人的女朋友。どんな子がいいですかね。辛い食べ物が好き。それ全員 OK。所有的四川人都 OK。あと強い女性とか結構好きです。強い女性。四川人。強い女性。很强，对吧？真的很强。やっぱ言葉なんだね。一番の壁は今そこですね。加油！加油！加油！
初めて来たのが2006年、うんうん、全然変わりました、ね、最近の記事で観光地でもかなり中国の中でも上位に入ってます、はい、生徒市がみんな火鍋食いに来てるパンダ見て火鍋食うみたいな、はいはいはい、それだと思いますよ、はい、もう学校この建物你好、こんにちは。こんにちは。先生です。あ、先生。はじめまして。竹内さん。あ、長塚と申します。いいですか、記念撮影してますけど。あ、全然。うん、はい。じゃあ。21回で。あ、21回で。はい。はい。我想拍美女。拍她哦，不要不要拍元气了。没事。やりますか。はい。やべ。日本語いきますね。できるかな。質問するのでこれに書かれてくださいね。はい。你吃什么？我吃麻辣火锅。ケイさんの大好きな麻辣火锅。OK。那你喝什么？白酒。白酒。白酒が好きなんですか。まあ白酒と火鍋の組み合わせがいい。おお。厉害。你买什么？我买。辣椒。哦。哎，他的回答完全不是就日本人，完全是一个四川人。第一次看日本人叫日本人，就有点莫名其妙的。我都没研究过。耶耶耶！怎么意思？我们毕竟的，所以我们研究一下。研究一下。耶耶。これはまずですね。これ習ってない。あるんですよ。因为。じゃあ一緒に読みましょうか。うん、まず因为所以。因为所以。でこの因为の前っていうのは、うん、原因ですね。うんうんうん、原因。为了能融入成都本地人的生活，袁启想从半年前开始向常种老师学习中文，但他的水平。じゃあなんか文章を作ってみましょう。ええー、難しいな。因为来了成都，所以嗯，火鍋がいっぱい食べることができるようになった。啊，いいですよ。因为来了成都，所以每天吃可以入れましょうか。可以。何々ができますっていう意味です。啊，可以。で何がですか？火锅。嗯。火鍋。嗯。可以吃火锅。可以吃火锅。嗯。ちょっと書きます先生。はい、どうぞ書いてください。但是，但是又不吃。对啊，嗯，每天吃火锅，但吃不胖。いや、太る。あ、太ります。はい、じゃあ、太った。そうそう。なんかもうなんか火鍋で考えようとしてしまって、火鍋のことばっかりちょっと頭で。火鍋から離れない。そのことばっかりなんか考えちゃう。ちょっと笑っちゃうね。なんでですか。キーワードは成都和火锅。火锅しかない。生活がもう火锅しかない。どうやってこの先生に出会ったんですか。多分一番最初に出会ったの私とロラ氏が一緒にカレーを食べに行った時で、うちで中国語を勉強できますよ。だからロラ氏のおかげです。虽然袁启想的中文一般，但他在成都结识了不少中国人朋友。あの、はい。でもいい。あ、いいですよ。はい。私は元気です。元気満々。元気。の、はい。もし、あの、中国語。はい。勉強してる間、何かあったら。あ、ありがとうございます。いいです。はい。じゃあ私が日本語を教えます。お願いします。はい。じゃあまた、バイバイ。バイバイ。でも通してもいや、それも普通いいですよ。まあ一応脱ぎますか。あ、じゃあスリッパ。スリッパいっぱいありますね。これ買ったけど誰も履いたことないですよ。あ、そうなの。はい。全然生活感ないもん。うん、でここでそのゆっくりとかもしたことないですよ。したことない。日本の実家で。むしろ日本の家の方が中国ですよね。あ、そうですよね。はい、完全に。中国嫌いになったことはない。嫌いになるっていうか嫌と思った経験もまだ今のところないんですよね。例えば汚いトイレとか。全く気にしない。そうでしょ。あ、さすがにあのドアないトイレはクリアした。え、クリアしました。俺も最初はちょっと抵抗あったもん。うん、そうなんですか。
だって目の前でな並んでるの。そのドアの一人でどっちを向くか悩んだっす。ああ、ケツを見せるか顔を見せるか。並んでる人にケツを見せるか。そう、ケツを見せるか。それ悩んだっすよ、ちょっと。どっちを選んだんすか。はい、顔をこっち。はい。なんもないよ、超ストレートです。もうストレート。ああ、あの、時々、日本に帰りたいとか、うん、ないですね。友達とか、はい、大事な人とか会えないみたいな。気にしてないんですかね。あんまそんな思わないですね。他の全部、どうでもいい。本当に、だからこれからだから、彼女がどうしてもね、聞きたいんです。日本人が来て、はいはい、もう中国全部いい、もう全部好き、はいはい、日本に別に帰りたいとも思わない。嘘ついてるんじゃないかと思ってる。日本と違ういい面の方が目につくことの方が多いかもしれないです、はい、特にやっぱ自分は好きなことの好きなことがある環境に来たわけじゃないですか。本当にめちゃくちゃ考えてもない、ね、多分普通の人が中国に来るよりもなおさら多分もう俺もそうなんですよ。全然嫌いになったことないんですよ、はいはいはい、本当に、はい、そう、俺も中国は好きで、うん、中国は撮りたくて来たから、うん、もう中国にいられる、中国を毎日撮影できる、うん、もう幸せなの。最初の1、2年、3年は特にそう。全部楽しいよね。そうですね。でも、この世でも、ちょっと今日思い出さないんで、思い出したら連絡します。なんかあったら、もう本当にいいのは一番嬉しいのは、やっぱその自分はインスタでバンバンこう、こっちのその現状をずっと配信してて、そしたらもうそれでもうイメージ変わったっていう人って言ってくれる人がめちゃくちゃいいです。まあ例えばもうこういう街並みですら、まあ、こんな都会なんみたいなのも多いんですよ。なんか汚くチャリンコ走ったみたいな。まだ、いや、まだそれ、そういうイメージの人もいるんですよ。まだいるんですか。知ってます、あの日本の番組、なんかマツコかなんかの番組、生徒のパンダかなんかそういう特集みたいなのあった時に90年代ぐらいの映像使われてたんですよ、街並みが。あ、それやばくないですか。やばい、はあ、自分それ見たんですよ。びっくりしたんですよね。なんでそんな今じゃなく、なかなかその中国のそういう発展したところとかいいところとかあんまなんか日本でフォートしないじゃないですか。中文不好，咖喱店生意惨淡，但元气嗓执意留在成都的理由是啥子嘞？下集揭晓。日本鬼子とか言われたことない？小さい日本って言われたことある？今大手を振って中国好きです私って言いづらい。地元の友達たちでもこう少しずつでもいいからこう広げていきたいなと、まあ、もしいたら姑と一緒に住めますか。大丈夫ですよ、寝る部屋別なら問題ない。それは寝る部屋寝る部屋別だよ。そりゃひらめの時はタオル持ってみる。戦闘服みたいな。あと何がティッシュですね。あとパスポート。パスポート倒れてもいい。中国の友達多いんですよ。全員止める。全員反対。違う。ただね、中国で骗。推荐は10万几块。あ、何万几块。可以啊，可以啊。你有可以啊，来吧。一、二、三、四、五。老板都自己出来送。啊，对，我忘了工作。